今日は雨の中、たくさんの方をお集まりいただきましてありがとうございます。県雇用経済部の障害者雇用推進課の福島と申します。当初この研修会50人で募集させていただいたんですが、60人以上の方が応募いただきまして、それからこのネットで見ていただいている方も多分20人以上の方がいらっしゃると思います。そもそもこの在宅ワークについて、私たちも障害者雇用という最初観点で、通勤せずに働けるような働き方ということで企画をしましたが、今日講師としてお越しいただいている佐藤社長のお話を聞く中で、障害の有無にもうそういったことには関わらず、またどこにいても、みんなどこでも働けるっていうことが、このインターネットであるとか、いろんなものが普及する、広まっていく中で進んでいるということがよくわかりました。で、今日は株式会社、うちらめっちゃ細かいんで、なかなか皆さん、覚えにくいんですが、めちゃこまの佐藤慶社長に、在宅ワークとはどんなものか、実際その働いている方々がどのように働いているのか、で、またその方々と一緒に佐藤社長はどのようにお仕事されているかっていうのを、実際の現場のお話をお聞きしたいと思っています。ぜひ、三重県ではまだどれくらいこの在宅ワークっていうのが広がっているのか、またそういう関心がある方がどれくらいいるのかもわからないんですけれども、今日をきっかけにいろいろ考えていければと思っております。皆さんどうぞよろしくお願いいたします。佐藤社長、よろしくお願いします。はい、福島さん、ありがとうございました。ではですね、改めまして、株式会社うちらめっちゃ細かいんで、通称めちゃこまの、佐藤と申します。本日よろしくお願いいたします。はい、まず皆さんの中でですね、このめちゃこまという名前、今回の、この講演会の前にですね、もうすでに知っていたよ、聞いたことあったよって方ってどれぐらいいらっしゃいますでしょうか。はい、ありがとうございます。ポツポツと。ありがとうございます。はい。この会社はですね、この後またきちんと詳しくご紹介していきますけれども、日本で初めての引きこもり当事者経験者の方が主体となって作る、要はですね、NPO さんはいくつかあるんですね。引きこもりの方が集まってできた NPO というのはいくつかあるんですけれども、株式会社、要は本当に事業会社ですよね。としてというのは、おそらく私どもが調べうる限りでは日本で初めてということで、現在ですね、15名ですね、私も含めてなんですけれども、15名のスタッフが、基本全員在宅で仕事をしているということになります。というところで、今回はこの三重県様の方から、今回ご依頼いただきまして、タイトルとしましてですね、この在宅ワークという働き方、在宅ワークの可能性ということで、今回、時間は15時半までとなっているようですが、私の方でですね、まず、1時間ちょっとぐらいお話をさせていただきます。その後はですね、3名の弊社社員が今回オンラインで参加しますので、その3名の社員と私との間でディスカッションですね、少しこんな感じで働いているのをどんな感じですかとか、そんな形の少しお話を皆さんに聞いていただき、その後でですね、最後皆さんの方から質疑応答といった形で進めていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。はい、ではですね、早速ですが、講演の概要ということで、進めていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。まず今回なんですが、大きくですね、この、私の話の部分は4つですね、に分けてお話をさせていただきます。まず、株式会社うちらめっちゃ細かいんで、めちゃ細というと、めちゃ細とはということで、まず会社のご紹介少しさせていただきたいと思います。その後でですね、これちょっと大事なポイントなんですが、働き方に関する概念や価値観の変化ということで、要はです、在宅ワークというところに関して、やはりまだ少しですね、在宅ワークってどんなの、大丈夫なのとかですね、そんな形で思われている方もいらっしゃるんじゃないかと思いますので、まずこの働き方っていう話、今働き方改革とかですね、いろいろ言われてはおりますけれども、その辺どんなふうに変わってきてるんですかっていうところを少し初めにお話をしたいと思います。で、その後はですね、このめちゃこまという会社が、これ基本的に完全在宅勤務でやってる会社なんですけれども、この完全在宅というものをどんなふうに実現してるんですかということですね、この仕組み仕掛けというものをご紹介していきたいと思います。で、もう一つですね、この特に引きこもりの方ということで考えますと、このスタッフのメンタルケアですね、これ実は非常に大事なんですね。ということで、このメンタルケアを含むマネージメントのあり方という話、このあたりの4つですね、を主に私の方からお話をさせていただきます。で、この4つの話の後でですね、お時間まず20分、30分ぐらいですね、社員、スタッフとの対話ということで進めていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
では早速ですが、メチャコマとはということで始めていきます。まず、会社概要としましては、設立が、2017年、ちょうど今からもう2年前になりましたね。2017年の12月1日ですので、ちょうど今できて、1年と2ヶ月ちょっとというところでしょうかね、になります。本社は東京にございますけれども、このフロンティアリンク株式会社というものが私がもともと2006年に立ち上げた会社でございまして、こちらは主にですね、社会人向けの教育研修をやっている会社となります。で、このフロンティアリンクという会社の子会社ですね、としてこのめちゃこもた会社を作りましたという感じですね。で、主な事業内容としましては、まず1番目、引きこもり当事者等に対する教育事業。そしてもう一つはホームページ、スマホアプリ等の開発、制作事業、さらには IT エンジニア等の人材紹介、マッチング事業ということで、大きくこの3つをやっておりますけれども、今動いておりますのはですね、この1番目と2番目ですね、ここが本当にメインというところになります。少しですね、その会社のホームページとも含めてご紹介させていただきたいと思うんですけれども、これがめちゃこまのホームページですね。で、実はこのめちゃこまのホームページ自体というものも、これは実は引きこもり当事者経験者が作っていると。まあ、これ自体ももう作成は全部この引きこもりの方々がやってますよという感じなんですね。まあ、こんな感じのページを作るぐらいの技術を持った方が、弊社の方には十何人おりますという感じですね。はい。で、これ以外にもですね、この、教育事業ということに関して言いますと、このですね、引きこもりサポート特別コースで、これは完全在宅で勉強ができて、仕事の保証もついているというですね、自宅でできるホームページのマンツーマンプログラミング講座です。という感じですね。で、この、講座自体の講師ですね、というものを、この引きこもりの当事者経験者の方にやっていただいていると。この講師の中のですね、1名は今日のですね、こちらの、この後の、社員との対話ですね。この中でも登場しますという感じです。で、またですね、もう一つこの教育事業支援を取りますのが、この就労移行支援事業所フロンティアリンクキャリアセンターというものなんですけれども、先ほどのこの引きこもりサポート特別コースの方というのは、これ完全民間ベースの講座になりますので、まあ、受講料ともいただきますという形なんですが、このキャリアセンターの方は、これは厚生労働省ですね、の方の管轄事業になってまして、いわゆる就労移行支援と呼ばれる障害者の方向けの専門学校という形ですね。この障害者向け専門学校のところで、特に今回対象となるのは、精神とか、発達障害の方ですね、こういった方々向けにプログラミングを教えているという形になります。で、このキャリアセンター自体、今ですね、弊社の方で3カ所ですね、東京と大阪と、それから仙台でありまして、この4月に札幌と福岡で追加で開設するんですけれども、この部分の講師ですね、この講師の仕事も、このめちゃくまのスタッフがやっていますという感じです。それ以外にもですね、もちろんこのページを作ったりする、例えばこの、こちらのこのページですね、このページを作ったり、このページ作ったりというところも、すべてこの引きこもりの当事者の方ですね、経験者の方が、このめちゃ困ってる会社の仕事としてやってるという感じになります。あるいはですね、この人材紹介という形です。つい直近で始めたサービスがですね、この引きワークというですね、在宅に特化した求人サイトですね。こういったものを実は去年の12月の21日にオープンしまして、ちょうどこれで2ヶ月ぐらいでしょうかね、進めてるんですけれども、ここのサイトを作るところ自体ももちろんやってもらってますし、あるいはですね、このお仕事一覧というのをちょっと見てみますとですね、こんな感じで在宅の案件が今どれぐらいかな。600円ぐらい載ってるんですけれども、こういった案件自体の登録ですね。この登録、要はこのお仕事情報、いろんなところに載ってます。在宅のお仕事がですね。このお仕事の情報を引きこもり当事者の方に探してきてもらって、このサイトに登録すると。まあ、そんな形で、まあ、月々、例えば1万円とか2万円とかぐらいですけれども、そのお仕事を在宅で作ってお渡ししていると。これは、このめちゃこまのスタッフ社員以外の方ですね。以外の一般当事者の方にお仕事を渡していると。今、お仕事をこの登録している方がおそらくですね、今ここの引きワーク自体で多分14、5人ぐらいいるかなっていうところですね。それぐらいのお仕事を在宅としてお渡ししているという感じになります。で、あとはですね、この引きペディアというですね、これ引きこもりに関する総合情報ポータルサイトというところで、ここの運営とか更新といったものもめちゃこまの方でやっています。こんな感じですね。ということで、こういった形の自社サービスを作ったりですとか、あるいはこの自社の教育ですね、をやったりと、あるいはそれら全体のこのような、ページの作成ですね。ホームページの作成と、こういったものをめちゃこまとしてやっていますよという感じになります。これがお仕事の具体的な内容という感じですね。
ではお話を戻していきまして、今度は会社設立の経緯ということでお話をしたいと思います。まずそもそもなんで引きこもりの方を集めて会社作ろうと思ったんですか？多分皆さん思われるんじゃないかと思うんですけれども、実はですね、一番根本的なところの一つとしまして、私自身に実はいとこに引きこもり当事者が2名いるんですね。実はこれ双子でも間もなく40からというところなんですけれども、小さな頃から知ってる子たちですから、決して変なことしてないということは分かっていますというところですね。ちょっと気が優しくて、なかなかちょっと引っ込み事案でと、一方でやっぱりパソコンの数えるの好きだったかなという感じですよね。というところで、このいとこももう、もう40近いということも親御さんも結構いい年になってきてますので、これ将来ちょっとどうするのかなということは私もずっと気になっていましたという感じですね。まずこのいとこに2人引きこもり当事者がいますよというところで、これが直接的な話であったんですけど、もう1個ですね、直接的な原因が、理由がありまして、もう1つがこの親会社、さっきのフロンティアリンクという会社ですね。これ実はですね、教育を提供する会社なんですが、その教育に関するですね、その教育の、受講内容、コンテンツと、それからその、受講をするためのシステムですね、このコンテンツもシステムも両方とも全部自前で作ってるですね。ただこのシステムを作るということは、これエンジニアが必要なんですけれども、実はですね、この IT エンジニアって今ものすごく不足してるんですね。どれぐらい不足してるかというと、皆さんよくですね、介護ですよね、介護の業界ってものすごい人手不足って聞くと思うんですね。ただ介護の業界よりも実は IT 業界の方がさらに人手が不足していますと、こういう状況なんですね。おそらく日本で今一番人手不足の業界じゃないかなと思います。数字を実際上げますとですね、来年2020年段階で約37万人エンジニアが不足する。でこれが2030年になりますと実に79万人エンジニアが不足するという予測ですね。これが経済産業省で出していますという感じですね。79万人と言いますとですね、人口的にはですね、例えばここに近いところですと大阪の堺とかですね、この辺の人口が丸ごと一市分人が足りませんと、こんな状況というところなんですね。というところで、弊社の方もこのご多分に漏れずですね、 IT エンジニアなかなか雇うのが難しいというところで、雇うのが難しいんであれば、自前で育てるしかないというところなんですね。でも育てるといっても当然、なるべくだったら、素質素養がある人のがいいというところで、じゃあ誰育てようかなと思った時にふといとこのことを思い出したという感じなんですね。あ、パソコン結構彼ら好きだったよなと。で実はですね、もう一つあるんですが、この、在宅ネイティブと私呼んでるんですけれども、実はですね、このフロンティアリンクという親会社の方は2006年創業なんですが、おそらく当時としては結構珍しいですね、2006年創業当時から完全在宅で運営している会社なんですね。私ども実はですね、オフィスは持っておりませんで、本業が社会人向けの教育研修ですので、その教育研修施設としてのセミナルでですね、これは持ってるんですけれども、オフィスは実は持たないでずっと13年やってる会社なんですね。というところで、このオフィス持たずにその在宅でずっとやってるということを、私は在宅ネイティブと呼んでるんですけれども、この在宅ネイティブでずっとやってきてるというところがありまして、要は、IT の仕事であれば、在宅でも勉強できる。在宅でも仕事ができると、すなわちこの引きこもり在宅 IT ですよね。引きこもり在宅 IT、 この3つのキーワードが重なった瞬間がありましたという感じなんですね。でこれであれば引きこもりの方のこの現状を大きく変えることなくですね、要は、極端な話、引きこもったままであったとしても勉強ができたり仕事ができたりすると、これであれば大きく現状を変えることなく一歩踏み出せるんじゃないかと思って、始めてみましたって感じなんですね。はい。で、そこでもう少しですね、この、施設経緯のお話を続けましょう。はい。で、まずこの引きこもりの方をエンジェル育てようというふうに思ったって話なんですけれども、そこで具体的に始めた、このフロンティアリンクとして初めてのですね、この引きこもりの、いわゆる支援サポート事業ですね、が、先ほどのご紹介した、この仕事保障付きの在宅ホームページ作成講座、引きこもりサポート特別コースという話で、こちらが2017年7月ですね、から開始なんですけれども、ここまでで受講者が延べ70名ほどですね、延べ70名ほどにまして、うち10名ほどは卒業して弊社で働いたりとかですね、あるいは働いた後でも独立された方なんかもいらっしゃったりしますという感じなんですけれども、こういった方々、特にも受講中の方も含めですね、見ている中で、やっぱり非常に能力高い人が多いなってことを感じたんですね。担当講師も含めて予想できる人が多いと、このできるという意味で言うとですね、ちょっと補足なんですけれども、先ほどのですね、こちら、引きこもりサポート特別コースというところの中に、ちょっと待ってくださいね、すいません。こちらにですね、ダーッとちょっと下の方に行きますとですね、こ
これですね、プログラマー無料適正チェックと。これ実はですね、ホームページ上で簡単にこの自分のそのプログラマーとして適正度、どれぐらいあるかなってものをチェックできますよっていう、ツールですけれども。こんな感じのこの簡単な試験にこうポチポチ答えていただいてですね、ちょっと私適当にやってますけれども、こんな感じでポチポチ適当に答えていただいて、全部でこれ16問あるんですけれども、こう進めていただいてですね、このふうに選んでいただきさえ答えると、自分の適正度が5段階に入ってくるという感じなんですが、実はですね、この、試験問題作ったのも実は引きこもり経験者なんですね。というところで、まあ、こういったところを見ていくとですね、いや、ものすごい仕事というか能力高いなというふうに思ったというところなんですね。で、まあ、こういった方々、まあ、要は引きこもりの方々って今、日本では一説には100万人いると言われてますけれども、これだけできる方が眠っているんであれば、まあ、これだ、こういった方々がより安心安全に働ける場所ですね、活躍できる場所。これがあれば、もっともっと要は、その引きこもりの方々って社会とつながることができるんじゃないかと、そういうのを思ったんですね。で、その引きこもりの方々が安全安心に働くということを考えたときに、なかなか一般企業は難しいということで、だったら自分たちで作ったらどうかというところがあって、作ってみましたというところなんですね。うん。で、そこでポイントは最初もちょっとお話ししましたけれども、営利事業をやっぱり行いたい。要は仕事をきちんと作る仕事を引きこもりの方にお渡ししたいと思ったものですから、営利事業を行う必要があるわけです。で、その営利を行うんであれば、NPO ではなくやっぱり、株式会社かなと。要はやっぱりですね、その、企業さんとのお付き合いということを考えたときに、なかなかその NPO さん、ちょっと言い方が、まずかったら申し訳ないんですけれども、なかなかその企業さんから見たときにその信用ですよね、という部分がなかなか難しいというところもあるかと思いますので、やはりきちんとその事業としますんであれば、今回の場合は株式会社だろうというところで、こういった経緯からですね、この、日本で初めての、引きこもり投資者主体の株式会社というものが誕生しましたと。こんな感じなんですね。はい。というところなんですが、そこでこの、めちゃこまという会社の名前の由来ですね、ここも少し触れておきたいと思います。はい。なんでこんな、変わった名前なんですかってことですね。はい。で、まずですね、この名前を思い立った経緯なんですけれども、この引きこもりサポート特別コースの講師業務なんかを引きこもり投資経験者に依頼したわけなんです。そうするとですね、まあ、非常にその細かいところでいい指摘をいろいろしてくるなと。まあ、一つ分かりやすい例がですね、マニュアルの作成なんですね。この講座を始める前に、この講座受講者の方向けのマニュアルを作る必要があったんですけれども、このマニュアル作成というものをこの引きこもり経験者にお願いしました。そうしたらですね、まあ、非常に漏れなくきちんとですね、細かいところまでちゃんとマニュアル作ってくれるというところで、まあ、こういったところが一例ですよね。といった感じで、その、引きこもり投資者経験者の細かさに触れて、まあ、これはですね、非常に仕事に対して、ある意味、有利な細かさだなと思いましたと。まあ、よくある細かいっていうとですね、まあ、いわゆるその重箱の隅をつつくような、いやらしい細かさってものもあると思うんですけれども、決してそうではなくてですね、むしろその仕事の経験がなかった分だけ、まあ、本来仕事経験積み重ねていた私のような人間であれば、まあ、ある種飛ばしてしまうような部分ですよね。そういった部分をきちんと抑えてくる、まあ、きちんと聞いてくるというところですね。まあ、ある種、いやらしい細かさではなくて、仕事の上で必要な本質的な細かさというところを本当に持っている人たちだなと思いましたという感じです。で、この当事者経験者が持つ、細かさというのは非常に強みになるだろうと。で、この強みというものを分かりやすく伝えることができないかで、悩んでいるときに、ふと降りてきたのが、内田めっちゃ細かいねと。こういう名前だという次第ですね。ということで、この、めっちゃ細という名前がこんな感じで生まれましたというところです。はい。で、現在のお仕事、これ少し先ほどご紹介しましたから、ちょっと簡単に、ちょっと、振り返りですね。まずこの引きこもり当社等に対する、教育事業ということで、先の2つ、引きこもりサポート特別コースとフロンティアキャリアセンターという、この2つを見てもらってますよというところ。で、プラス、このホームページ、スマホアプリ等のウェブ系の、開発制作事業というところ。で、もう1個が、先ほどの引きワークに代表される IT エンジニア等の人材紹介マッチング事業というところなんですけれども、ポイントはですね、これ、ここにある通りですね。在宅で完結する仕事に特化し、スタッフ全員が在宅勤務で業務担当していると。この全員在宅というところがめちゃこまの一つのポイントかと思います。こんな感じですね。はい。で、ちなみになんですが、メディア実績ということがごく一部ですけども、紹介させていただきますと、この、引きこもりが集まった在宅の会社ってことで、いろんなところで取り上げていただきましてですね、NHK さんの、おはよう日本、クローズアップ現代プラスですとか、あるいは新聞ですと、日経さん、読売さん等々ですね、出させていただきました。で、雑誌の方もこんな感じで、週刊大本さん、婦人公論さん、そしてウェブはいろいろですね、NHK のニュースウェブさんとか、ヤフーニュースさんとか、こんな感じで出ています、という感じですね。
会社紹介の最後としまして、スタッフ数と当事者比率のお話ですけれども、スタッフ数はですね、現在15名で、うち当事者経験者が12名と、要は私とこの隣にいる永田ですね、あともう一人、逆にその、当事者経験がない人がいますよという感じですね。はい。で、そのうちですね、正社員が4名で、そのうち当事者経験者が1名と、で、契約社員が3名で、当事者経験者が3名、そしてアルバイトが8名で、これは全員、当事者経験者ですと。いう感じですね。で、男女比なんですけど、男女比は男性が10名、女性が5名、そして担当業務スタッフ数は、講師と開発が11名で、そしてバックオフィスが4名と、こんな感じでめちゃこま運営しておりますという感じですね。はい。ではですね、ここまででめちゃこまの概要というお話になりますけれども、続きましてはですね、今度は少し大事なお話ですね、働き方に関する概念や価値観の変化ということでちょっとお話をしていきたいと思います。はい。で、そこでなんですけれども、いきなりで恐縮なんですが、皆さんこの方はご存知でしょうかね。はい。ご存知でしょうか。はい。サザエさんですね。はい。ご存知ですかね。ちなみにこれ本当に余談なんですけど、サザエさんっていくつだか知ってますか？何歳だか。知ってますか？知ってる方。素晴らしいですね。はい。24歳です。ちなみに、波平さんはいくつだか知ってる方いらっしゃいますか？はい。波平さん実は、54歳です。はい。ということで、まあ、結構びっくりな、数字かもしれないんですけれども、そんな話をしたいのではなくてですね、このサザエさんという、まあ、いわゆる国民的な漫画、まあ、日曜の夜ですよね、サザエさんずっとやってますけれども、このサザエさんが始まると、ああ、明日から会社始まるのはちょっと憂鬱だなっていう、サザエさん症候群っていうんですかね、こんな話もあったりするかとは思いますけれども、そこでポイントはなんですが、サザエさんの、スポンサー、これって、どこがスポンサーだかご存知ですかね、皆さん。はい。東芝ってことが上がりました。はい。東芝さんなんですけれども、実は今はスポンサーは東芝ではありません。東芝さん、まあ、いろいろちょっと、まあ、事業の、大変な、ことがありまして、スポンサーもおりましたという感じですね。うん。で、ここでお伝えしたいのはですね、まあ、東芝って、まあ、非常に大きな会社で、まあ、日本でも有料企業と言われていたかと思うんですけれども、そんな東芝さんでも、要は、明日は身売りしなきゃいけないかもしれないと、こんな状況にまで追い込まれてしまうというのが今の社会ですと。いう感じなんですね。要はですね、特に今回お父さんお母さん方に、該当する方もいらっしゃるんじゃないかなと思いますが、こんな話をしますけれども、例えばなんですけれども、やっぱり働くなら正社員だよね、とかですね。あるいは、良い大学を出て安定した会社で長く勤めてほしい、とかですね。あるいは、転職はあんまりしないでほしいと。できれば医者でずっと働いてほしいと。あるいは、きちんと毎日会社に行ってほしいというところ。まあ、こんなことを思い浮かべたり、あるいは、実際お子さんに話されたりすることもあるんじゃないかな、なんて私は思ったりするんですけれども、東芝でも、あるいは、三重県されたシャープですかね。シャープでも、潰れるか、買収されるか、こんなことになってしまうような時代です。要は、大きな企業に行ったからもう一生安泰なことは基本ない、もう時代なんですよね。というところで、こういうふうに思われるのはもちろんそれは皆さんの最終的な自由です。思われるのは自由ではありますが、そもそも時代はそうじゃなくなってきてるよってことですね。ここをまずきちんとですね、押さえていただけたらと思うんですね。はい。で、そこでなんですが、もう一つですね、できればです。特にこれお父さんお母さん方ですかね、今日からちょっと、禁句ということで、もしもできれば私とお約束していただきたいってことがあります。まずですね、こんな感じです。自分たちの時はこんな感じだったよ、みたいな話ですね。ですとか、あるいは、在宅、そんな働き方認めねえよ、とかですね。あるいは、そもそもお前に、息子娘に、みたいな感じですね。あるいは、例えばその誰かに話すときに、まあ、うちの子にはちょっと無理だから、みたいな感じですよね。というふうに、まあ、どうしてもやっぱり親御さんって思ってしまうこと、これは、決して、悪い話じゃなくって、その、お子さんのことを考えられるがゆえにですね、ついついこういうことを自分の価値観で照らし合わせていってしまうということがあるんじゃないかなと思うんですけれども、これもですね、できればもう、今日から、禁句にしてほしいと。要は、思うのは勝手なんだけれども、それも、もう思うのは最終的に皆さんの判断です。なんですけれども、お父さん、お母さん方の時代と今の時代って、もう物差しが違ってるんだよってことですね。そこをぜひまず掴んでほしいなと思います。というところです。で、ちなみにですね、ちょっとこれ余談なんですが、私最近ですね、D ワード、ABCD、アルファベット D ですね。
D で始まる D ワードという言葉、これ結構いろんなところで言ってるんですね。D ワード。何かって話なんですが、この D ワードを発してると引きこもり作っちゃいますよっていう感じの言葉ですね。例えばなんですが、こんな感じです。だって何々だからとかですね。どうせなんとかだからとかですね。でもとかですね。実はこの、でも、だって、どうせ、あるいは何々なんて、これちょっと L なんで D じゃないですけれども、このでも、だって、どうせとかですね、こういった言葉って実は非常に自己肯定感下げる言葉なんですね。で、このでもとか、だってとか、どうせとかって言葉を実は使わなくしますと、実はですね、非常に自己肯定感上がるんですね。これ本当に不思議なんですけれども、ちなみにこの D ワードのこの由来ってどこから来てるかって言いますと、これは実はですね、コールセンターなんですね。コールセンターのサポート業務で、やっぱりですね、そのお客様対応で、なるべくその対応すでにクレームを発生したりするというところで、じゃどういった言葉を言ったらお客様からクレームが来るかなってなった時に、でもとかですね、ですからとかですね、どうせとかです。そんな言葉をもし言ってしまう、こちらが言ってしまうとですね、言ってしまうと、もうお客様すぐ、怒るというところで、そこから来てるのがこの D ワードの話なんですが、実はですね、ちょっと、今日、いきなり振りで申し訳ないんですけれども、この隣の永田もですね、これ6年前に入社してるんですけれども、入社当時はですね、非常に自信がなかった、人なんですね。で、その時によく言っていたのがですね、どうせ私はっていう、このどうせですよね。このどうせ私はっていうのを、私が実はですね、そういう、もう今日からそのどうせっていうのは言っちゃダメだと、もう禁止ってことを伝えたんですね。で、禁止ってことを伝えて6年後、実は今彼女、うちの会社の執行役員なんですけれども、非常に仕事、で、本当にもう今、バリバリやってくれてますというところですね。というところで、実はこの言葉というのは非常に蓄積します。で、例えばなんですが、小さな頃からこのどうせお前はとかですね、だってどうせダメなんじゃと、そんな感じですかね。で、言ってき続けていると、子供ってすごく純粋なので、それがずっと蓄積されるんですね。で、その蓄積の結果として、ある種引きこもりになってしまうってこともあるんじゃないかと。これ、あくまでも仮説です。これが絶対って話じゃないです。私はあくまでも主観的な話ではあるんですけれども、そういったその言葉遣いって実はすごく大事なんだよというところで、実はこの、自信をちょっと自分つけたいなとか思っている方も、これ含めてなんですけれども、できればさっきの禁句ってこれに合わせてですね、この D ワード、でもとか、どうせ自分はとかですね、だからとかですね、この言葉を使わないようにやってみてください。おそらくですね、半年1年ぐらいで、本当に効果が出ると思いますという感じですね。例えばお父さんお母さんも、でもとか、だってとか、どうせでも使わない、会話で使わない、これ出そうになったら、うっとこらえるというところですね。これをぜひやっていただくと、おそらくですが、親関係相当改善するんじゃないかなと思いますというところでした。ちょっと余談でした。じゃあ、今ちょっと働き方の話をしていますので、少しまたお話を続けたいと思いますが、続けてはですね、この正社員と非正規社員の割合ってことなんですけれども、要はですね、やっぱりどうしてもこの引きこもりの親御さんとお話をしていると、お話する機会多いんですけれども、これやっぱりどうしてもやっぱり正社員いいよねって方が多いんですね。で、実は世の中そんなことは今も全然なくってですね、正社員が6割で、非正規実はもうパート、アルバイトを含めて4割ぐらいいるんですよって感じなんですね。というところで、実はもう正社員が全ての時代もとっくの昔に終わってるんですっていうことですね。ここぜひ分かってほしいなって感じなんです。特にポイントはこちらですね。この非正規の比率というのはですね、実はもう年々右肩上がりなんですね。こんな感じです。要は多分お父さんお母さんがそのメインで働かれていたこの1980年代、90年代とかですかね。ここのところはまだ本当に2割を切ってるぐらいというところなんですが、もうそこからどん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 数字が上がってですね、で、今はもう、直近で 40% ぐらいという感じですね。というところですので、もうこの傾向は今後また変わる、要は正社員が増えるということは、おそらくほぼほぼないと思っていいんじゃないかと思います、というところですね。だから、今から正社員にこだわるんであれば、それをむしろその非正規でもいいから、仕事を2つ3つ掛け持ちするとかですね、そういった方向というものも考えてみていいんじゃないかということですね。その1つ在宅というものもあっていいんじゃないかと思っているという感じです。で、ちなみに、じゃあ、このなぜこの非正規雇用が増えるかって話なんですが、今、非常にその先行きが見通しにくい世の中だと思う。で、この企業から見たとき、正社員雇用で非常にリスクがあるんですね。私も企業を自分で運営しますと分かるんですけれども、まずその正社員でなければならない人、当然います。これは、会社のコア業務に携わる、いわゆるいなくなったら本当に困る人材ですね。これは当然正社員であってほしいですというところなんですが、この、いなくなったら困るというところに関しては、例えばスキルとか能力とか経験、モチベーションと、こういったいろんな要因があるとは思うんですけれども、逆に言えばですね、
逆に言えば、それ以外は必ずしも正社員である必要は全くないわけなんですね。うん。で、その正社員の最大のリスクって、これ実は、いざという時に辞めさせられない。これ日本の労働法制上ということですね。いざという会社、やっぱりどうしてもこれ、先行き、本当にもうきついんで、ちょっと、すり暮らしたいという時に、なかなかこれ実は現実問題難しいというところがあるわけですね。で、そういうところがある。が、あるとしても正社員で雇用したいというところは、やっぱりよっぽどって言わなければ今なかなか難しいというところかと思うんですね。というところで、会社は実はその存続させること、これが実は非常に重要です。で、その不確実な時代に正社員の会社にとって非常に大きなリスクになる可能性というのもあるんだということですね。その辺もぜひですね、認識していただけたらいいのかなと思いますという感じです。今度はですね、この求人数の変化と社会的傾向というところの話なんですが、まずこちらのグラフですね、ちょっとわかりにくいかもしれないんですけれども、これは求人数と求人倍率。求人倍率はこれ、この、デコボコ、この、こういう折れ線グラフですね。で、この右肩上がりのその、薄いグリーンのところは求人数です。で、こういったこんな感じで、求人数は伸びているんですが、倍率変わらないってことはどういうことですかってことは、これ求職者の数も増えているところなんですね。要はですね、求人の数も増えている、そして求職者も増えている、だから倍率は変わらないと。こんな感じです。要はその競争が今非常に激しいですよって感じなんですね。はい。で、一方でこれ、こちら右の方はこれ業種別の転職求人倍率ってことなんですが、これちょっとグラフが薄かったらごめんなさい。この、一番上の方にですね、一つだけ飛び抜けてこのグラフが上にあるところがあるんですね。この業界何かっていうと、これ実は IT 業界なんですね。IT 業界だけですね、これ実はこの求人倍率、えらい違うんですね。どれが違うかと言いますと、IT 業界と本当にもそれ以外というふうに一生懸命まとめられるぐらいの違いなんですけれども、こんな感じです。これ全体として約 2.5 倍ぐらい。これちょっと少し古い去年の4月のネタなんですけれども、この中でも IT 通信である実に 6.3 倍。要は、この一つの求人、一つの求人に対してですね、一つの求人に対して6人ぐらいですね、探さなければ良きを雇えないと。こんな感じですね。というところで、非常にですね、人を探すのは難しい業界という感じなんですね。はい。というところで、逆に言えば、IT のスキルを身につければですね、仕事は本当に山ほどあるよと。こういう感じですね。ということを思っていただければという感じです。で、もう一つですね、こちらちょっと働き方の話なんですが、転職も実は今の時代も今や当たり前なんですね。はい。で、これが転職に関するその調査の結果なんですけれども、実はこの転職一回もありませんっていうのが一番右ですね。なんですけれども、実はですね、全体でもこれ実は転職一回もないという人は実は2割もいませんって感じなんですね。うん。というところで、これ実は結構レアケースなんですというところで、まあ、生涯通じて例えば、まあ、2、3回くらいありませんと、まあ普通にごくごくあり得る話なんだというところですね。なので、一社だけじゃなく、複数の会社に勤めて、自分のスキルとか上げていくってことも全然今普通ですよということですね。ここも押さえていただければという感じです。で、さらになんですけれども、働き方自体も変わっていますというところで、まさにこのフリーランスっていう働き方ですね。これも実際はどんどん増えていますというところで、これアメリカのデータなんですね。が下の方なんですけれども、実はこれ日本って今ですね、フリーランスの方が約1100万人ですかね、全その労働人口の 17% というところなんですけれども、アメリカはこれがもう実に倍なんですね。約 35% はフリーランスですというところで、まあ、大体日本はアメリカの後追いをしていきますから、要はこれ将来的にはこれぐらいの比率ですね。要は2000万人ぐらい。2000万人ぐらいもフリーランスになる可能性が今後ありますよという感じなんですね。というところで、もうさっき私お話ししましたけれども、東芝やシャープでもどうなるかわからないという時代ですから、そもそもその正社員で一緒に会社にしがみつくという話、これ自体がもうそろそろ考えを改めなきゃいけないかなという時代になってきていると。で、こういったそのフリーランス領域なんかもその一つとして入ってきますよという感じなわけですね。で、さらにこの働き方って話なんですけれども、今度はテレワークですね。で、テレワークの導入企業数というのは実はこれ、今約 13% ですかね、ぐらいですというところなんですけれども、じゃその働く人の人数がどうなのかっていうと、実はこれ約1070万人ぐらいなんですね。要はフリーランスの方がさっき約1100万人って言いましたけれども、まあ、そことオーバーラップする部分、しない部分当然あると思いますけれども、同じくらいの方が実はテレワークで働いていると。こんな感じなんですね。ということで、人数的に言っても、だからこれ労働人口約 15% ぐらいでしょうかねって感じになりますから、もうテレワーク自体も実は、決してもう今は珍しいものではないという感じなんですね。というところで、まあ、この辺も踏まえてですね、その働くということ、まあ、特に今の時代ですね、今の時代の働くということをちょっとまとめてみたいんですが、今の時代は、まず、正社員が全てという時代ではもうないですよということですね。プラス、一つの会社でずっとということでもないですよと。あるいは、大学に行ったから良い会社っていうわけでもないですよと。
あるいは、働くということ自体、フリーランスとか在宅とかありますから、会社に行くこと、働くイコール会社に行くでもないですよ、というところですね。うん。こんな感じで、まあ、簡単にまとめますと、こうですね。自分のスキルを高めつつ、働く場所やスタイルを変えていく必要がある時代と。要は、昔に比べたら、やっぱ働くってことは結構大変になってきてるかもしれないと。大変になってきてるかもしれない。一方で、いろんなチャンスのある時代だと私個人的には思ってます。特に今回これからご紹介する在宅ですね。在宅の仕事というものは非常に可能性があります。例えば、引きこもりの方のように、そういうふうに出るのがなかなか難しいという方であっても、在宅であれば働ける方、結構いらっしゃいますという感じなんですね。というところで、もうこれから先はですね、こういったその、これまでの概念にとらわれることなくですね、どんどん自分で新しい働き方を、求めていく必要があるのかなというふうに思っていますというところです。はい。では続いては今度はですね、こちらこの完全在宅を実現するための仕組み仕掛けということで、いよいよめちゃこまの具体的な話に入っていきたいと思いますので、よろしくお願いします。まず、めちゃこまという会社は完全在宅の会社ですので、この、スタッフ間のコミュニケーションですね。これをどうするかというのが実は一番大事な話になります。で、このコミュニケーションツールをいくつか用意してるんですが、まずですね、一つ目として、このウェブの会員システム、ズームというものですね。そして今回ここの会場からオンラインで今参加いただいている方がですね、なんと今もう38名ですかね、いらっしゃると。すごいですね。もともと、福島さんですよ、20数名でしたね、予約が。申し込みが20数名ですよね。今もう40名近くオンラインで、聞いてくれてますって感じなんですけれども、まあ、こんな感じでこの今回のこのオンラインでのこの視聴もこのズームというツールを使ってやっています。うん、で、このズームでのコミュニケーション、後では少しデモしたいと思いますけれども、このズームというウェブ会議システム、これを使うことでですね、はい、こんな感じ、まあ、イメージはこんな感じの画面なんですけれども、この、お互いの画面を共有しながら、しかもこのビデオ映像ですね、ビデオ映像もこんな感じで、こんな感じ、ここですね。こんな感じで共有しながら、お互いの画面見て書き込んだりと、こんなことができますよ、という感じなんですね。ということで、基本、このパソコン系の仕事、IT 系の仕事であれば特になんですけれども、もう顔合わせなくてもこんな感じのツールがありますので、もうどこでも仕事ができますと。まあ、例えば、仕事なのし、このパソコン1台があって、ネットが繋がっていれば、本当にもうどこでも仕事ができると。こんな感じなんですね。というところで、このズームというソフトを使って、めちゃこまという会社が基本的にコミュニケーションしています。こんな感じです。で、もう一つですね、大事なポイントがありまして、このコミュニケーションなんですが、いつもいつもズームで直接話をする。これって結構重たいですので、もう一個、もうちょっと簡単なコミュニケーションですね、をするツールとしては、もう一つ、社内用の SNS システム、これがあります。これはスラックというもので、このスラックって実は IT 業界でかなりもう標準的に今使われているツールなんですけれども、画面イメージはこんな感じですね。はい。こんな感じで、もういろんなこの、チャンネルと呼ばれるです、まあ、いわゆる会話グループですね。このいろんな会話グループがこんな感じでありまして、この会話グループごとに参加する人は決まってますよというところですね。で、まあ、こんな感じでやり取りしますよということですね。例えば、このめちゃこまであれば、こんな感じで、このまま 40% ぐらい、例えばご紹介しますね。まあ、こんな感じで、これから仕事開始しますよって感じでコミュニケーションするというところですね。はい。というところで、この業務の開始終了も実は本当に、めちゃくちゃ自由なんですけれども、この業務開始の、挨拶ですね。なんかこの、スナックでやっていたりしますと。あるいはこの、仕事の簡単な報告動画ですね。相談とかはこのスナックでやっていますと。こんな感じですね。はい。で、続いてはですね、今度はですね、もう一個ですね。はい、情報共有ですね。情報共有としては、この Google ドライブ、Google ドキュメント、こういったものを使っています。というところで、やはりこの Google の、G Suite という企業向けのこのツールがあるんですけれども、これ非常に使い方が良くてですね、この基本的に Google の、ソフトでやっていますという感じです。あともう一つはですね、この進捗の管理ですね。どこまで仕事が進みましたかっていう管理をしなければなかなか仕事って回せませんので、この進捗管理をするツールとしてバックログというツールを使っています。まあ、イメージはこんな感じで、どの仕事の締め切りがいつまでですよって話ですね。これが、どこまでじゃ進みましたかって話を全員が簡単に共有できると、共有確認できるというツールを入れていると。これがバックログという話になりますというところですね。はい。で、こういったやはりこの IT 系企業というところでもあるんですけれども、在宅できちんと仕事を回すために、コミュニケーションの、土台ですよね。これをきちんと作るってことすごく大事なんですね。というところで、この今お話をしたズームとかスラックとかですね、こういったコミュニケーションツールと、あと情報共有、それから進捗管理と、こういったツールを使い分けてやっていますよ、というところがめちゃこまの基本的な、使っている、仕組みになります。
続いてはですね、この仕組みに乗っかる話になるんですけれども、そのまず、この、在宅の仕事に関しての出退勤とか時間管理どうなってるんですかって話ですね。これ割とよく聞かれますので、ちょっとお話をしていきたいと思います。はい。で、まずこの在宅での出退勤、時間管理なんですが、まずですね、原則としてなんですが、時間管理は個人に完全に任せています。要は、体調や生活リズムとかがありますので、例えば、特にこのめちゃこまで働き始めて間もない方でよくあるのが注意逆転ですよね。こういった場合も、まあ、なるべく昼間になるシフトさせてほしいんですけれども、いきなり最初から朝8時とかって話はこれなかなか難しいですから、じゃあ、ひとまずはじゃあ夕方の3時ぐらいがどうですかとかですね。こんな感じで、なるべくその少しでも早くするように、だけでもいきなり無理はさせないというところですね。での、話をしています。で、プラスですね、こちら出退勤時刻も就業規則の 範囲内で自由ということで、原則8時半から21時半の範囲内で、まあ、1日8時間ですかね、というところを基本にしています、というところなんですが、この1日8時間というものもですね、特にこの引きこもりの方で最初に仕事を始めたときですね、いきなり8時間ってなかなかきつかったりするんですね。じゃあ、最初じゃあ3時間とか2時間からでもいいですよって感じとかですね。あるいは、週5ではなく、例えば週3回とかですね。そこからスタートでも OK ですよと。こんな感じで、かなり柔軟性を伸ばしています。というところですね。はい。で、プラスなんですけれども、月間の勤務時間に関しては、正社員、契約社員、基本勤怠管理システムがありまして、そしてアルバイト専用帳簿で管理しているというところなんですが、ここでのポイントはですね、これちょっと大事なポイントなんですけれども、はい。在宅の場合ですね、細かな時間管理を行うと結局難しいんですね。まあ、それであれば逆にもう会社に出てきてくれという話になっちゃいますというところなんですね。で、私も実は最初はですね、例えばこの、そこのその画面を例えば全員、例えばもう強制的に録画するとか、遠隔でモニタリングするとかですね。要は、何かそのやらかすんじゃないかという視点で、実は管理を考えていたこともあるんですね。ただ、結局のところ、それやったとしてもですね、結局信頼関係を損なうだけであんまりいいことないですという感じなんですね。というところで、むしろもうそこのところは任せますという話ですね。で、ただしなんですけれども、このスタッフの実に任せるは任せるんですが、成果というものを細かく把握しなきゃいけないというところですね。要は、例えば、今日1日だったらここまでは仕事やってほしいというところ、じゃあそれでちゃんとやりましたかって話ですね。この基本仕事はですね、成果を出してくれればいいわけなんです。極端な話、1時間で終わる仕事であるその1時間できちんと終わってくればいいと。別にその1時間の仕事がなければ8時間別に無理して働く必要ないって話ですよね。ってことになりますので、この成果をきちんと細かく管理して、ここの部分できちんとしたらここまで行きましたかねって話をきちんと、定期的に、話を聞くというところですね。こういった管理をする方が、むしろその時間管理を緩めてあげることによって、よりその体調とかにも合わせやすくなるというメリットも出ますというところですね。はい。というところで、この在宅の場合、細かな時間管理が結構難しいですから、ここは実質に任せますと。その代わり、成果できちんと、細かく見ていきますよってことですね。ここは一つ大きなポイントかと思いますというところです。はい。で、続いて今度はですね、当事者経験者に適した仕事の割合ってことなんですが、これ、このめちゃこまという会社、先ほどもお話をした、引きこもり当事者経験者が集まった株式会社です。というところで、やはりですね、どうしてもこの引きこもり当事者経験者に向いている仕事というもの、これを渡さなきゃいけないんですね。うん。じゃあ、ここもポイントだと思うんですけれども、どんな仕事が引きこもり方に向いてるんですかって話ですね。うん。これちょっとポイントでお話していきましょう。はい。まずですね、一番大きなポイントとしてあるのは、一人完結型でコミュニケーションの、量が少ないですという話ですね。うん。で、これちょっと私の本当にも仮説なんですけれども、おそらくですね、一昔前引きこもりってあんまりここまで大きな問題とか、まあ、話題になっていなかったと思うんですね。で、それっておそらくですね、いわゆる、農家さんとか職人さんとか、いわゆるこの、まさにこの一人完結型でコミュニケーション少ない仕事ですよね。こういったものは昔はもっともたくさんあったんですね。で、どうも私が思うのはですね、引きこもりの方々って、すごいこだわりが強い方が多いんですね。で、そういった意味では非常にまあ職人方の人が多いですという感じなんです。というところで、昔はこの職人さんの仕事がいっぱいありましたから、あんまり引きこもりというところが問題にならなかったのかななんて、個人的には思っていたりするんですけれども、まあ、逆に言えばそんな感じで、職人方的な仕事、こういったものはですね、引きこもりの方が非常に向いていると思います。というところで、IT ってまさにここなんですよね。IT はある種の要は本当にもう専門家、職人さんです。というところで、この IT は職人の仕事ですから、まあ、引きこもり向いてるからというところがあります。まあ、ですね、そこから考えて、例えば、伝統工芸とかですね、私ちょっとここのところまで手をつけていないんですけれども、伝統工芸とか、まさにまあ農家、農作業ですよね。こういったものも引きこもり方に非常に向いてるのかなと思ったりします。というところです。
で、もう一つあるのがですね、こちら、仕事の始まりと終わりが明確っていうことですね。うん。まあ、例えば分かりやすい話で、ホームページの作成なんかですね、これ非常に分かりやすいんですけれども、このホームページ作ってくださいって話をお願いしたら、そのホームページが実際にできたらもうその仕事おしまいなわけですよね。もちろん、作ってる間ここまで、終わらせますよとかですね、あるいは複数ページがあったらその1ページ終わったら次のページって話はあったりしますけれども、まあ、一つ一つのページであれば、仕事の始まりと終わりが明確ですと。これ自体すごく大事なんですね。うん。引っ込まれた方にその働くってことを聞いたときに何が不安ですかって聞いたこと何度もあるんですけれども、そこでよく上がってきたこれなんですね。仕事っていつ始まっていつ終わるのか、これがよくわかりませんというところで、終わりが非常に見えないのが不安ですって話ですね。こちら結構いただいたんですね。というところで、逆に言えばこの仕事の始まり、終わりがちゃんと明確な仕事であれば、割とやりやすいのかなというところですね。はい。もう一つはですね、こちら、一つの物事に集中できると。うん。これもさっきの職人肌っていうところにつながるんですけれども、やはりですね、引き込まれ方、これ特にめちゃ困りで、本当に働くことがあった時に私、必ず聞くんですけれども、マルチタスクですね、マルチタスク。要は、事務的な処理とかいろんな仕事を同時並行的にやっていくって話ですよね。この同時並行的な仕事というものが非常に苦手に感じる方が引き込まれ方多いんですね。というところで、逆に言えば、この一つの物事に集中し、それだけやってればまず OK ですよ、という話。まあ、ここはまさに職人的な感じになると思うんですけれども、この一つの物事に集中できるような仕事であれば、引き込まれ方は非常に高いものを発揮することが多いと思います、という感じですね。はい。というところで、引きこもり当事者経験者に向いている仕事ということはポイント3つお話ししましたが、もう一つはやっぱり在宅なんですね。在宅。あの在宅で仕事ができるということは、そのコミュニケーションそもそもあんまりいらなかったりするというところがありますので、在宅に向いている仕事っていう話も少ししておきたいと思います。在宅に向いている仕事としては大きく2つですね。まず、パソコン上で完結する仕事。もちろん、在宅の仕事でパソコンを使わないといえば、はがきの宛名書きたり。ですかねとか、そういった仕事あると思うんですけれども、実はそれ単価が安かったりするというところですね。パソコン上で完結する仕事であれば、それこそ普通の時給1000円、1200円と、こういった仕事もどんたくさんありますのでですね、そういった意味では、そのきちんと在宅である程度収入を得たいという場合であれば、パソコンを使う仕事ってこともほぼほぼ必須になるかなというところだと思っています。で、プラスですね、もう一個あるのはですね、こちら、時間の制約が緩い仕事ですね。うん。先ほど体調管理っていう部分でもお話をしましたけれども、やっぱりどうしてもこの体調とかメンタル波というものが出てくることが引き込み方多いです。というところで、この時間の制限がきつい仕事だと、それ自体がもうメンタルを圧迫する可能性があるんですね。というところで、このメンタルをきちんと安定するという意味でも、時間の制約、まあ、言い換えは締め切りですね。締め切りがなるべく緩い仕事と、これが向いているかなと思います。あるいは締め切りがなく、淡々とデータ入力していけばいいですよ。そんな感じですかね。という仕事が向いていると思います。という感じですね。まあ、こういったものをまとめます。じゃあ、どんな仕事が具体的にあるんですかって話なんですが、私が考える仕事はこんな感じですね。まさにこのめちゃこまでやってる講師とか開発の仕事の他にも、例えば、ライティング、ライターさんの仕事ですね。ライティングですとか、あるいは、デザインですね。もしくは、あまりその、いろんなそのスキルが、高くなくても大丈夫な仕事である、データの入力とか整理の収集ですよね。あるいは、この細かさという部分を活かすんであれば、本の校閲なんて仕事も非常に向いてるかなと思います。というところですね。うん、で、ここに、書いてあるこのデータの入力整理収集等に該当する仕事、ちょっと面白いのがですね、今少しちょっと実験的にやろうとしてるんですけれども、皆さん AI って最近よく聞きますよね、AI。この AI の実はですね、その AI のそのデータのその整理ですね、それは AI できちんと認識できるするための学習データというものがあるんですが、この学習データの整理っていう作業が実はこの、非常に向いてるんじゃないかと。例えばなんですが、ケーキの写真を見せたらそれをケーキだと認識できるというふうに AI 認識するためにそのケーキの写真をたくさんそれ見せなきゃいけないんですね。AI 認識させなきゃいけないと。だけれども、これからじゃあその写真にケーキが写ってますよ、写ってませんよって話ですね。これをきちんとデータ一件ずつ、これはケーキです、これはケーキじゃありませんと。そこは人間が手作業でやる必要があるんですね。で、こういった作業は逆に引っ込む方だったら非常にまあ向いてるんじゃないかという話が今少し実験的にやっていたりしますという感じですね。まあ、そういったものも含めてですね、こんな感じで、この、一人完結はね、コミュニケーション少なくて、仕事の始まりと終わりが明確で、一つのところに集中できると。で、かつ、パソコンを使う仕事で、時間の制限が緩いと。こういったものを考えていくと、引っ込める方でも割と働きやすいんじゃないかと、弊社では考えています。というところですね。はい。ではですね、続きまして、今度は私の話をこれが最後になるんですけれども、メンタルケアを含むマネージメントのあり方という話を少ししたいと思います。
はい。まずですね、この引きこもりの方が働く上で一番大事なポイントはですね、まさにこのキーワードなんですが、安全安心ですね。安全安心。いかにこの安全安心ということを感じられるか、これが実は引きこもりの方が長く働く上で大事かなと思っています。というところで、まずですね、仕組みとしてなんですが、この、パーセンテージの対象申告というものがあります。で、さっきですね、スラックというそのコミュニケーションツールの画面ちょっと見せたんですけれども、そこで、これから使用します、何十パーセントみたいなふうに書いてあったのが、お気づきの方もいらっしゃったかもしれないんですけれども、この出退勤時に自分自身の体調を、何十パーセントですという感じで自己申告してもらうんですね。うん。で、これはですね、この本当に 100% で本当にもうざっくりでいいんです。今日の気分が 30% です。今日の気分 100% 何でもいいんですけれども、この実はパーセンテージ自体はですね、これ、10でも5でも実は全然構わないんですけれども、大事なポイントとしてはここなんですね。体調や気分が優れなくても大丈夫ですよ、この会社はっていう感覚ですね。これを持ってほしいと思ってるんですね。要はです。普通の会社勤めで何が要は、辛いかというとですね、体調が悪くても、体調悪いとなかなか言い出しにくいという、そういう空気感で、きっと、いろんな会社であるんじゃないかと思うんですけれども、めちゃこまのスタッフの場合、やっぱり体調悪いこと結構あるんですね。なので、その体調が悪いということをきちんと自分で申告してもらうというところ、ここを実は大事にしています。逆に、そういうことを言っても大丈夫ですよ、この会社はというところですね。そこを皆さんに分かってほしいと思っているという感じで、これを続けています。で、これもう一つ大事なポイントがあってですね、例えばずっと大体その、続けていくと、大体その、一人一人のパーセンテージが大体固まってくるんですね。例えば、A さんは大体毎日 30%、40% で始まるだとかですね、大体 B さんっていつも 5、60% ぐらいあるだとか、まあ、大体決まってくるんですね。で、そうなんですが、例えば、時として例えば A さんがずっと 30%、40% のところは、いきなり 100% ですって話になったりとかですね。あるいは逆に 5% の話になったりすることも時々あるんですね。で、そういう時なんですけれども、このパーセンテージが低かったり、逆に今高かったりということもあるんですけれども、そういう時は、面談とか休暇というのを設定して、その体調不良が続かないようにということで配慮しているという感じですね。うん。はい。で、これがこの安全安心のポイント1ということなんですけれども、要はです。この体調メンタルの波というものはどうしてもあるというのは、これはもう、変えられない事実ですので、この仕事上、体調が悪いとは言い出しにくいということ自体がもう続けるのが難しいと繋がっちゃう可能性があるんですね、仕事をですね。というところで、この、体調が悪いとは言い出しにくいよというこの思い込みですね。これをぜひ外してほしいと。で、この弱さを見せてもこの会社めちゃくちゃ大丈夫ですよという環境ですね。これを作りたいと思っていて、こういったこのパーセンテージの体調申告ということをしていますよという感じです。で、続いてはこちらですね。はい。安全安心の2番目ということで、はい、この替えの利く仕事を渡す、これもすごく大事なんですね。要はもし万一じゃ倒れてしまいました時にも、ちょっとバックアップできる人がちゃんといますよっていうところですね。これをなるべく用意しますというところです。で、引きこもりの方々っていろんなイメージ皆さんお持ちかもしれないんですけれども、私はですね、本当にこの2年近く多くの方と会ってきました。で、やはりですね、ここなんですね。非常に引きこもりの方、責任感が強くて、真面目すぎるぐらい真面目な方が実は多いかなって印象なんですね。というところで、要は体調が仮に悪かったとしても、与えられた仕事はやらなきゃいけないと。締め切りがあったら締め切り守らなきゃいけないと。こう思ってしまうことが多いんですね。で、結果、自分自身追い詰めてしまって、まあ、そこの締め切りなんとか達成するんだけど、その後、パタッと倒れてしまうと。こういったことにもなりかねないというところなんですね。というところで、これプラスですね、この、責任感が強く真面目で仕事やっちゃうところに加えて、この仕事が属人化するとですね、どうしてもメンタル崩して、急な欠勤退職等があり得るわけなので、そういった部分で、業務が止まってしまうということがあります。というところで、この辺を考えて、この、替えの要因ですね、これは必ず基本を設けています。というところで、替えがいますから、もし倒れても大丈夫ですよというところですね、ここのところを、安心感として持ってほしいと思っています。というところですね。ですので、基本的に、この講師開発業務ともにですね、他のスタッフでも担当可能な業務内容及び、人員情報共有体制も、整備してますよというところがポイントになります。で、次はですね、安全安心3番目ですね。これもですね、実はポイントなんですけれども、出入り自由というところです。これ何かって話なんですけれども。はい。で、今まで述べたようにですね、メンタル体調等の管理、かなり気を使っている会社だとは思っています。ただ、やっぱりそうは言ってもですね、やっぱり様々な要因で、退職、休職に至ってしまうことはあり得るというところなんですけれども、例えば、本人はそのタイミングで休職、退職選んだとしてもですね、その後、改めて例えば1年後くらい、例えば1年半年後ですかね、に本人が望例えばですね、要は、原則として、休職退職まで対応で、いつでも復帰可能という話をしています。で、これが出入り自由という話ですね。要は、一旦めちゃくちゃ働くと辛くなったから、ちょっと手にやめますという話があったとして、私は半年後、1年後に、やっぱりめちゃくちゃ働きたいんですけど、だったら、いつでも戻ってきていいですよと、こういう話にしているというところですね。
で、この、退職後の復職というのを保証していますということが、まあ、一つの安心感につながるんじゃないかと考えているというところですね。はい。で、この仮に辞めても戻るという安心感が、居場所的な感覚につながって、仕事が長く続くことに貢献するんじゃないかと考えているというところです。はい。で、今度はですね、この引きこもりの方に特にこの大事なポイントとしてあるのが、この自尊心、自己肯定感を高めるって話ですね。うん。で、先ほど D ワードって話をしたの皆さん覚えてますかね。この D ワード、デモの方ってどうするんだからとかって話ですね。ここのところ、言ってると自己肯定が下がるよって話なんですけれども、逆に、この自己肯定が低い状態で仕事を始めてる方が結構多いですから、割と自信がなかったりするんですね。なので、なるべくその仕事を通じて自信を持ってまで仕掛けというものを作っていますというところです。で、まずその一番ベースとしてあるこちらなんですけれども、毎週1回の定例面談の義務付けですね。で、これは基本的なんですけれども、マネージャー担当のスタッフですね、のところと、あとはそのメンタルケアの専門家、これ基本的に弊社はですね、精神保健福祉 PSW 含めてですね、そのメンタルケアの専門スタッフが何人も在籍していますので、この方々と一般スタッフ、めちゃこばの一般スタッフですね、相手の面談を最低限週1回行うようにという話をしています。でそこで何かあった場合、すぐにそのような話を聞いてもらって、そしてメンタルがあまり落ち込みすぎないようにというケアをしていますよというところですね。はい。その面談を通じて、業務の負担感、負荷ですとか、メンタルの状態を細かく確認、把握します。で、必要があれば、業務の調整ですとか、あるいは休暇の設定をしたりしますよというところですね。やはりですね、この引きこもりの方に長く働いてもらうということを考えたときに、一番の課題となるのがですね、このメンタルの落ち込みなんですね。で、逆にメンタルの落ち込みがなければ、もうずっと長く基本働いてもらいますし、ある種能力高い人も多いですから、非常にいい仕事をしますということを分かってるんですね。ただ、どうしてもそのメンタルが弱かったりしますから、そこの部分をいかに落ち込ませないようにするか、あるいはいかに落ち込みをなるべく最初に留めるかというところですね。ここのところは非常に大事だと思っていまして、このところはやっぱりもう早め早めの確認、把握と対処ですね。という部分にも尽きるかなというところで、この週1面談というものを必ず設定しますというところですね。はい。続いてなんですけれども、今度は、自尊心、自己肯定が高まる2番目ということで、細かな業務達成目標の設定というところなんですけれども、これポイントがありましてですね、この自尊心、自己肯定が高めるには、小さな成功体験ですね、これを積み重ねることがすごく大事なんですね。で、これに関してなんですが、実はですね、弊社の場合、めちゃこの場合は、この業務を非常に細かく区切って、そこで評価の報酬を紐付けていますというところですね。例えばの話、例としてわかりやすいところは、講師業務ですね、講師業務担当しますと、基本的に1回の講師業務あたり、例えば、何千円と、まあ、こんな感じですかね、という設定をしてますというところなんですね。で、1回終わったら、例えば1200円とか1500円とか、そんな感じで入っていきますよ。じゃあ、10回やったら1万2000円、1万5000円ですという感じですね。で、1個の仕事終わったら、これだけお金が入っていくと、割と分かりやすい形で設定しています。例えば、ホームページだったら1ページ作ったら、例えば1万円とか3万円とか、そんな感じですかね、という設定しているという感じで、その業務を非常に細かい単位区切って、で、そこに評価と報酬とも紐付けてますよと。この仕事がここまでできたらいくらですよ。ここまで終わったらさらにいくらですよ。みたいな感じですね。という細かい設定している形ですね。で、この細かいところで成功体験、小さなものでもいいですが積んでもらって、そこをきちんと全部一個ずつやっていったら、あ、いつの間にか自分こんなところまでできるんだなってところを感覚持ってほしいというふうに思っています。というところですね。うん。で、これに関してなんですけれども、週1回の面談ですとか、その締め切りにおける業務報告書提出時に、その業務達成目標の確認とフィードバックを実施することで、そのきちんと続けられる形を作っていますというところです。うん。で、ここでもう1個大事なポイントを補足しておきたいんですが、実はこの自己肯定感を高める上ですごく大事にしている言葉があります。それがですね、このありがとうという言葉なんですね。このありがとうという言葉、これをですね、なるべく多くその伝えるより、特にこのマネージャーの側からですね、マネージャーの側からスタッフの方に、なるべくこのありがとうという言葉をたくさん伝えるという話をしています。で、この業務上でこのありがとうを伝える回数と頻度をできるように増やすために目標を設定し、進捗確認しますと。要は、講師の仕事を一回終わったら、あ、ありがとうでここまでやってくれてみたいな感じですね。ということを一個ずつ挟んでいくというところをやっています。はい。次はこの3番目の話なんですけれども、こちら、できなくても叱らないと。これもすごく大事な話だと思っています。で、まずポイントなんですが、特にこの、ね、納期とか品質ですね。当然この仕事の経験が浅かった姿がありますから、その納期とか品質の上でできないことってあるのは当然なんですね。なので、そのよういきなりもう完璧にできてほしいという話で、なかなかこれも要求が酷ですから、そこのところはできないことがあってもいいですよっていうスタンスですね。この一人できないのはみんなでカバーしましょうというところ
これを考えています。で、これも少し余談なんですが、日本の教育って、ね、私ですね、結構この、デコボコですね、能力の、まあ、いろいろばらつきですね、これデコボコと考えたときに、これができるところ、できないところですね、あったときに、このできない、できるところの山を削ってですね、できないところを埋める的な感じで、平均標準的な人間作ろうという教育だと私は思ってるんですけれども、これって非常によろしくないなと思っているんですね。できるところはもっともっと伸ばすべきですし、できないところは他のできる人の山でもって埋められるんじゃないかと。他の人はその分実は得意でカバーできたりするということもあったりすると思うんですね。なので、めちゃこまは基本的にできることをしっかりやってもらって、できないことは他の人がやれるようにしましょうねというスタンスですね。これでやってるという感じになります。そこでのポイントとして、できなかった場合ですね、当然できないことがあります。で、そのできなかった場合、それを叱るんじゃなくて、で、できなかった理由ですね。なんでできなかったんだろう。例えば、その納期、ここまで、いけますって話を、カルちゃんと納期は守れないとなった時に、そこで叱るんじゃなくって、なんでそれ納期をじゃあ、その、見込み違いですね、したのかというところをきちんと詰めることで、じゃあ時間以降同じことしないようにしましょうねってことですね。そこのところをきちんとマネージャーとスタッフが一緒に考えるというところをしています。で、もう一個のポイントはですね、このできないときはできるだけ早くに伝えてもらうことですね。例えば、締め切りの1日前なんでできてませんと。これやっぱり困ってしまうわけなんです。仕事の、上ではですね。なので、例えば、1週間とか2週間ぐらい前、特に今週1面なんですね。よく話をするんですけれども、納期に関してどうですか、納期ちょっと遅らせた方がいいですかって話ですね。ここのところ、こちらからも話をしますし、逆に、ちょっと少し難しそうです、厳しそうですときは、なるべく早くそれを教えてくださいねと。こういった話も、お願いしていたりします。という感じですね。で、ここでのポイントなんですけれども、ここですね、下の方に書いてます。はい。この引きこもり通した経験者ですね、やっぱりこの、できないってことをなかなか言い出しにくい人が多いんですね。要は、非常に、ある種気を使いすぎてしまうんですよね。気を使いすぎてしまうので、できないって言ったら非常にこの人が、マネージャーさんが多分、ちょっと悲しむだろうなとか、そんな感じで思ってしまうと。逆にそういうふうに思ってしまうんですね。なので、そのできないってことを言い出しにくいという前提が、きちんとマネージャーは特に踏まえた上で、これ、じゃあ逆に納期大丈夫なのって話を逆にこちらから聞いていくというスタンスですね。というのを取っています。というところです。まあ、それと加えて、やはりそのできなくても大丈夫だよという、空気感ですね。この雰囲気作りってものも大事だと思っています。というところです。はい。で、今度自己肯定感の話の4番目。なんですけれども、はい、やはりですね、この、メンタルはですね、そうは言ってもなんですけれども、最初は当然そのいろいろ波があってもいいんですけれども、長く続けてもらおうと思ったら、なるべくそのメンタル安定させてほしいというところで、この、セルフストレスマネジメント講座、これはですね、ちょっと今後導入予定ということで聞いていただけたと思うんですけれども、このセルフストレスマネジメント講座というものの導入も考えています。で、この投資者経験者が長く仕事を続ける上ではですね、ストレスの対処能力を高めることが大事ですというところで、この e-learning 形式のストレスマネジメント講座って実はこれがあるんですね。東京大学の河合薫先生という方が監修されているんですけれども、この先生の監修に基づいて、この e-learning 形式のマネジメント講座も導入しようと今設定をしています。はい。では、これも含めてですね、面談もそうなんですけれども、定期的に自己のメンタルと向き合う機会ですね。これを設定することによって、その面談しても人として相談フィードバック実施し、そのメンタルなるべく落ち込ませないようにするというところですね。と、プラスして、そのストレス対処能力はなるべくその自分でも引き上げられるということですね。そこを分かってほしいと。プラス、適度なストレスですね。過度なストレスはこれは本当にダメなんですけれども、適度なストレスは自分の成長のプラスになるんだということですね。ここを認識してもらえる形で、仕事をお願いしていますというところです。で、次はですね、成長できる仕組みということで、あと3枚ほどでスライド終わりますので、もう少し続けます。はい。この、自分自身が成長できる仕組みというものをめちゃこまは設定をしています。で、まず一つ大事なポイントはこちらですね。自分自身のレベルよりも少し上の仕事を混ぜるっていうところですね。これすごく大事なんですね。うん。で、引っ込みの方々、実はもともと能力的に高い人も実はかなり多いと思っています。なので、自信さえつければ、要は自己肯定感が高まれば、業務の遂行能力が自然と向上すると、こんな感じで考えてるんですね。というところで、そのために何が必要かというと、自分自身の現在レベルにも少し難しい仕事ですね。これを混ぜることで、よりその高いレベル仕事も自分いけるんだっていう気持ちですね。そこを、分かってもらうというところを、大事にしています。で、その、比率なんですが、現状でこなせる仕事と少し難しい、目の仕事ですね。この比率はだいたい6、4から7、3ぐらい。要は、3割、4割ぐらいはちょっと難しめの仕事を混ぜていますよってことですね。で、この部分はメンタルの調子を見ながら比率は適宜変更します。で、メンタルが落ちてるときは、その難しめの仕事はなるべく一旦下げましょうとかですね。そういった細かい調整をするようにしています。というところです。ただポイントとして、この難易度上の仕事、これすごく大事で、この仕事をきちんとこなせたってことですね。こなせたってことが、自信につながって、自尊心や自己肯定感の向上にもつながっているというところを考えています。で、次はですね、この、成長の仕組み2番目ということで、特性の見極めですね。うん。
で、この当事者経験者に仕事をお願いしようと思ったときに、その一人一人の特性ですね、この特性にできる限り合った仕事を任せたら当然効率がいいですというところなんですね。うん、で、その時に私がですね、各マネージャーレベルの方に、お願いしているのがですね、この3つをきちっと確認するようにと言っています。まず1つは、先ほども少し前に言いましたが、マルチタスクですね。マルチタスク苦手な当事者の方非常に多いですので、マルチタスクが苦手かどうかって話は必ず聞いてくださいという話をしています。で次はですね、段取りを注意するかどうか。例えばです、仕事を始める前には必ず手を洗わなきゃいけないとかですね、そういったの自分自身のある種その、なんでしょう、その、特別な段取りですかね、その、ある種ルーチンですよね。このルーチンを持って、このルーチンがきちんと終わらなかったら気持ち悪いって方がいらっしゃるんですよね。なので、このルーチン的な段取りってものが、その方の独自のものがあるかどうか。とかですね、こういった話は必ず聞くようにしています。でもう一個は、話し下手かどうかですね。要はこれコミュニケーション能力って話です。ですね、引きこもりの方って、まあ皆さんがコミュニケーションが苦手かっていうと、そういう方ばかりでもないんですね。もちろん苦手な方もいるんですけど、話が非常に好きな方もいる。実はいたりするんです。じゃあ、話が好きな人はじゃあ講師をお願いしますね。話が苦手な方は開発をお願いしますね。みたいな感じですね。というところで、その話、ベタかどうかというところも、ポイントにしていますよ。というところですね。はい。で、これら3つを含めてですね、この、留意すべき特性がいくつかあるんですけれども、ポイントは、最初に仕事を依頼するときの面談面接ですね、の時に、上記の特性について、これ本当にもう一番最初です。一番最初確認をし、それもし苦手なことがあれば、それをできるだけさせないような配慮をしていますよ、ということですね。うん。で、これさっきも少し言いましたけれども、引きこもりの当事者経験者って、苦手なことを埋めていくよりは、むしろ得意なことを伸ばす方がやっぱり効果的なんですね。なので、苦手なことはなるべくやらせない。その代わり、得意なことはどんどんその得意の力をより伸ばしてもらって、よりいい仕事をしてもらうというところですね。そういった形のマネジメントをしていくようにやっていますというところです。で、最後ですね、成長できる仕組み3番目ということで、最後はやっぱりここにつきます。信じて任せると。いうところですね。うん。で、これは私のいろんな本当に当事者の方とは接していて思うことなんですけれども、当事者経験者の中にはですね、やっぱり、この人を信じることはいろんな理由で難しい方も実はやっぱりいらっしゃるんですね。で、そのいろんなことを疑ってしまう、まあ、要は慎重になるということなんですけれども、この慎重になってしまうことがゆえに、そのメンタルとか業務効率が下がってしまうというところがあったりします。というところですね。うん。なので、結局のその細かいマネージメントするというのは在宅ですから限界があるんですね。ですので、そのマネージャーがスタッフを信じて任せることで、スタッフの必要以上の慎重さを和らげることができるんじゃないかというふうに考えてマネジメントしています。というところですね。うん。ただし、信じて任せたとしても当然うまくいかないケースもあるわけなんです。でそういう時にはですね、面談等を設定し、お互い着地点を見出すということをやっています。はい。で、短期的には任せてもうまくいかないことももちろんありますけれども、業務内容、期日だから調整をできるようにして、そのなるべく任せにしていると。この任せるってこともやっぱり大事かなというふうに思っています。というところですね。はい。というところで、以上ですね、私からのお話なんですけれども、続きまして、今度は社員、スタッフとの対話の方に入っていきたいと思いますので、ここから先私の方が司会をしてですね、社員の方が3名ですね、遠隔で参加しますので、その3名の社員と、私のちょっと、対話形式ですね。で、お話をしながらですね、どんな感じで働いているか、様子を、感じ取っていただければと思いますので、少し設定しますので、30秒ほどお待ちいただけますでしょうか。よろしくお願いします。はい、ではですね、本田さん、高橋さん、つぶやさん、お疲れ様です。聞こえますでしょうか。はい、はい、聞こえます。はい、ありがとうございます。はい。ではカメラオンにできる方、つぶやさんと高橋さんからはカメラオンお願いします。はい、はい、ありがとう。はい、はい、OK です。はい。ではですね、こんな感じ、実はこのソフトですね、このソフトは、Zoom というツールなんですけれども、こんな感じで遠隔コミュニケーションできますよという話なんですね。はい。ではですね、ちょっとじゃあ皆さんの方に私からちょっと質問ですね、どんな感じで仕事してるんですかってちょっと質問をしていきたいと思いますので、ちょっと待ってくださいね。すいません。はい。ではですね、それぞれの方にちょっと聞いていきたいんですが、まずですね、現在の、担当の業務が何ですかって話をそれぞれお願いします。じゃあ、今、つみれさんがカメラがオンになってるので、つみれさんお願いします。今、どんな仕事を、やってる感じですか？プログラマスターの、講師のリーダー主任をやらせてもらっています。はい、彼女はですね、先ほどの引きこもりサポート特別コースですね、この方、講師の仕事をやってもらっています。はい。じゃあ高橋さんどうでしょうか、今の仕事。はい、ですね、今は引きペディアと引きワークという2つのサイトの運営と、まあ、あとはそのサイトに作業で関わってくださっている会員さん
のコミュニケーション、間の橋渡し役ですとか、あとは、まあ、その作業に使うマニュアルの作成ですとか、まあ、あとは会社のメール対応とか、まあ、いろんな雑務もやってます。はい。はい、ありがとう。はい。では次、本田さん、お願いします。はい。私、プログラマスター、フロンティアリングキャリアセンターの講師と、先ほど紹介していただいた引きワークの開発を担当しています。はい。ありがとう。そんな感じで今日の、この3名については、開発とか講師とか、あるいはその、その事務作業とか、そんな感じですかね、というスタッフを今回は、一緒に入ってもらってますと。こんな感じです。はい。ちなみになんですが、今何時間ぐらい1日、あるいは、何十時間ぐらい、週働いてる感じですかね。また積み上げさんからいきましょうか。大体でいいですよ。私今ナンバーキャリアセンターのヘルプに入ってるんですけど、うん、それも含めてもいいです。聞くと週5時間内ぐらいですね。週15時間ぐらいですかね。はい。はい、ありがとうございます。はい。高橋さんどうですか。私は本当に短い時は1日2時間くらいで、長い時だと8時間を超えてお仕事してます。週5日ですね。はい。はい。本田さんは？はい。基本的に私は週5日、極力8時間フルで働くようにしています。はい。ありがとうございます。はい。ちなみにこれ、私も、初めての情報かもしれないんですけど、差し支えない範囲で、皆さんの今現在住んでるところと、それから年齢って聞いても大丈夫でしょうか。差し支えなければいいです。はい。じゃあ、次屋さんから。兵庫県に住んでいて、年齢は27です。はい、ありがとうございます。はい、高橋さんは？はい、宮城県の30歳です。はい。本田さんは？はい、神奈川県に住んでまして、年齢は35歳です。はい、ありがとうございます。はい、ということで、20代から30代の方が働いているという感じですね。ちなみに、私ですね、ここの、3名のうち、高橋さんはよく話を、この、こういった話をするので聞いてた、聞いていたんですけど、積平さんと本田さんの年は私今初めて知りました。って感じですね。もう知らなくても仕事はできますよって話ですね。こんな感じです。はい。で、これも、差し支えない範囲で構わないんですけれども、それぞれ3人がですね、引きこもりになったその経緯的なもの、これ本当に簡単で構いません。差し支えない範囲でいいんですけれども、教えてもらうことができますでしょうか。なった経緯ですね。じゃあこれは高橋さんからいこうか。はい。ちょっと簡易的にって言われて、割と結構まとめてきたので長くなっちゃうかもしれないんですけど、それは。いいですよ。はい。はい、ですね、まず家族、まあ、家庭でも学校でもなかなかこう居場所がないっていうところで精神を消耗しちゃったことをですね、まとめてしまうとですね、まあ、親の教育方針に従わなければっていう規範意識が強かったんですけれども、まあ、それだけが原動力だったもので、なかなかこう自分本位に生きていこうっていう原動力が自分の中にいなかったので、まあ、誰にも気持ちを預けることができず、まあ、そういう癖がついてしまい、そういう生き方になってしまい、あるときポッキリ行って、まあ、中学の時に不登校になってっていうところからですね、はい、引きこもりになったのは。はい、ありがとう。はい。じゃあ、つみえるさんどうですかね。その辺、私全然聞いたことなかったんですけど、もし、差し支えない範囲で、お答えいただければ。引きこもりになった経緯とかですね、きっかけとかですね。うん、そうですね。私、男3人で女1人の兄弟なんですけど、父親が男尊女卑っていう感じで、こう、兄弟には甘やかすんですけど、私に対してはすごい殴ったり蹴ったりみたいなのがしんどくて、で、学校でもその考えがベースにあるので、周りとちょっとズレが生じたりして、しんどくなっていって、引きこもっていったって感じですね。はい、ありがとうございます。本田さんはどうですか？はい、私、性同一性障害という病気で、体が男で生まれて心が女っていう、業界で言うと MTF っていうんですけれども、それでちょっと人と接するのが苦手なタイプだったので、それで前は普通の会社で働いていたんですけれども、ちょっと、対人関係もあって、ちょっと鬱を発症してしまって、そのまま離職して、そのまま引きこもりになってしまったという感じです。はい、ありがとう。はい。そんな形で、引きこもった経験がそれぞれ、3歳を、本当皆さん、本当に、違ってるって話なんですけれども、今は、縁があって、3人、このめちゃこまで働いてもらってるわけなんですが、このめちゃこまを知ったきっかけって、それぞれ、あるいはそのめちゃこまで働くこと
だったきっかけ、これをじゃあその3人また聞いていってもいいでしょうかね。じゃあこれは本田さんからいこうか。はい、私の場合は母親がたまたまテレビでクローズアップ現代プラスのめちゃこまの紹介を見て、それで連絡をいただいて、で、この会社だったら働けるんじゃないかっていう、それで入社を志願して今に至ります。なるほど、ありがとうございます。でもしそれいいですけど、多分それ黒沢現代プラスの前に本田さんが働いていたと思うので、あれ、そうですか。おそらくはおはよう日本かもしれないですね。おはよう日本だったら本田さんに会う人は、全然細かいところなんでいいんですけど、了解です、ということですね。はい、高橋さんはどうでしょうか。はい、私は、生活にだいぶ困るようになったときに、金銭的な面でですね、その時に近所の支援団体さんにお世話になったことがあるんですけれど、そこにお勤めだった相談員さんが、たまたまめちゃこまの関係者さんの方で、その方からめちゃこまという会社が、始まるんだよとか、始まったんだよっていうお話を教えていただきまして、私はその相談員さんにパソコンが得意な人っていう認識を持たれていたこともあり、ご紹介いただいて今に至ります。はい、ありがとうございます。じゃあ積田さんお願いしましょうか。私は一時期関東に住んでたことがあるんですけど、その関東での友人の中にめちゃこま立ち上げのメンバーとかフォトプログラマスター講師の方がいはって、その方から話聞いて、応募したかしました。はい、ありがとうございます。はい。なるほど、そういう経緯だったんですね。私は今、聞いていたかもしれないですが、改めて認識しました。はい、ありがとうございます。はい。実はこんな感じでめちゃ困ってですね、どういうきっかけで入ってきたかどうかもですね、実は私自身が知らなかったという人もいるんですね。って感じで、ただし仕事はきちんとしてくれてます。逆に言えば仕事をきちんとしてくれたら OK ですよと。こんな感じの会社です、というところですね。はい。ではじゃあ今、積田さんで、もう一個質問なんですけれども、めちゃこまで働く前に、めちゃこまって話を知ったことがあると思うんですけど、めちゃこまっていう存在ってどう感じましたかね、これって。例えば、こういう会社だったら働いてみたいとかですね。あ、大丈夫です。はい。はい。うん。こういう会社だったら働いてみたいとか、こういう会社すげえ怪しいとかですね。なんでもいいんですけれども、めちゃこまっていうこの情報を知ってどんな風に思われましたか。まず在宅で働かせてくれるのがすごいありがたかったですね。引きこもりが長くて全然体力がなくて、仕事より通勤で体力取られてしまう感じだったんですよね。なので在宅でやらせていただいてるなら多少怪しくても別にいいかなと思って。多少怪しくても在宅ならいいとなるもの。わかりました、ありがとうございます。はい、高橋さんはどうですかね。めちゃこまっていう話を初めて聞いたとき、はい、どんなこと思いましたか。だいぶ前のことなので、鮮明には思い出せないんですけれど、私は、結構、怪しんでました。正直。はい。引きこもり、本人です。名前も長いですね。名前も長いですし。はい。そうですね。はい。なんか、細やかさっていうところにも、あんまりこう、自分としてはピンときてなかったし、本当なのかなっていう疑りが強かったです。もちろん、入ってからはその印象は大きく変わったんですけれども、はい。はい、わかりました。ありがとうございます。本田さんはどうですか。めちゃこまって話を始めて、さっきお母さんから話があったと思うんですけど。そうですね。私、前の会社を辞めて、ちょっと引きこもりの期間が長くて、それで、フリーランスでもともと仕事を探していたんですけれども、なかなかいい案件がなくて、で、そんな矢先にめちゃこまのことを知って、在宅でできるっていうので、もう半ば飛びついた感じですね。なるほど。ありがとうございます。はい。ちなみにですね、心の中でですね、今ですね、ホンダの方ですね、スタッフの今話で、ホンダは、去年6月ですね、に、めちゃこまに、参加しまして、で、半年間非常にいい仕事ぶりをしてくれてですね、で、今年の1月から契約社員になりましたという感じですね。はい。で、高橋の方はですね、去年の4月ですかね、4月から、参加、めちゃこまに参加しまして、彼も今非常に頑張ってくれていまして、この1年間、このめちゃこまで、本当に働けるかなってことをずっと多分彼は、考えてくれていたんでしょうね。高橋さん、これもう公開してもいい。3月から、経営者。あ、どうぞ。いいですか。はい。で、高橋は実は今はアルバイトなんですけれども、この3月の、21かな ?3 月の21から契約社員になりますという感じですね。はい。で、つみえの方はですね、つみえさんいつだっけ、去年7月ぐらいだっけ ?7 月です。7月か、7月からジョインして、で今はまだアルバイトですね。で、今後、本当仕事よくやってくれてますので、相談に応じて、契約社員の方になるかもしれないと。こんな感じですね。基本的にめちゃこまは働き方として、まずは基本、ボ
ボランティアベースで始めてもらうんですね。で、ボランティアでお互いにそのようにきちんと様子を見ましょうよとかですね。まずは全員ボランティアから基本始めますっていうところです。で、ボランティアが OK であれば次は、いわゆる単発の業務委託ですね。業務委託。で、業務委託でその例えば2、3件とかホームページ作成ですとか、コーチの話ですとか、こういったことを単発でお渡しをし、できますかねって話ですね。で、そこは問題ないと。で、クリアになったら今度はアルバイトという形ですね。で、アルバイトは基本的に、週、何日って話ですとか、あるいは1回あたり何時間とか、そんな形の、時給制とそれから単価制ですね。の両立てになっていますよ。で、最初は基本的に単価制ですね。で、例えば、講座に担当したら、例えば、1200円とか1500円とか、こんな感じでスタートをし、でそこの部分がきちんとじゃ、ちゃんともこなせるねとなったら、例えば、1ヶ月行くだけでとか、その次だと、講師にでお願いしますという形ですね。の話ですとかですね。こんな風にアルバイトっていうステップがありますよ。で、アルバイトのステップが半年とか1年とか頑張ってもらって、アルバイトも全然もう問題なくメンタルも OK できますねとなった時に、次に契約の方にステップアップしますという形ですね。で、契約社員が今、本田と、それから、来月が高橋とという形ですね。で、この契約社員が例えば半年1年頑張って続けられて、問題ないねとなったら、最後正社員と、こういうステップになっていますというところですね。で、ただしなんですけれども、例えば、契約社員になったんだけれども、やっぱり週5で働くのすごく大変という場合も当然あり得ます。ですので、例えば、契約社員から希望があれば、アルバイトに戻すとかですね、こういったその、行ったり来たりというのを可能ということも、ちょっとこのポイントだと思いますという感じですね。はい。ちょっと遅くなったんですけれども、じゃあちょっともう少し質問いきますね。まだ時間がありますので。じゃあ次ですね。じゃあこのめちゃこまで働き始めた頃、感じたことをですね。あとは、今感じていることですね。働き始めた頃に感じたこと。そして今感じていること。この2つ聞きましょうか。じゃあこれは高橋さんからいこうかな。はい。ですね。まあ働き始めた頃は、まあまず入社が決まって本当に救われたっていう気持ちが一番大きかったです。で、まあ、それから時間が経って今感じていることは、まあ、課される仕事の難しさとか量に関して本当に柔軟に調整してもらえて、まあ、その子をとてもありがたく感じています。救われているというところは今も入社当時も変わらず感じていることですね。はい。はい、ありがとう。はい。次はじゃあ本田さん行きましょうか。はい。入社するまでは、親の仕送りだけで暮らしていたので、で、自分でお金を稼げるようになって、すごい助かったっていう思いがあります。で、今、1月から契約社員として雇用させていただいてるんですけれども、一般的な、いわゆる通勤する普通の会社と同じくらいのお給料をいただけてるので、すごくありがたいです。本当に感謝しています。はい、ありがとう。はい、じゃあ最後、つみれさん、どうですかね。働き始めた時に感じたものと、今感じていることの2つなんですけど、まず、体力が持つかっていうのと、私大学生なんで、大学と、アルバイト両立できるかっていうのが一番不安だったんですけど、やってみたら案外できるなって思いましたね。案外できる。あ、それはよかった。はい。そうですか。で、今感じてることは？今感じてること。が、そんな感じ？そうですね。両立が。両立ができたって感じですね。できるかなって不安だったけれども、まあ、今やってみたらできたと。いけるかなという感じということですね。はい、わかりました。ありがとうございます。はい。ちなみになんですが、じゃあ、ちょっと積み上げさんからいきましょうか。他の社員さんとかスタッフですよね。と、まあ、やっぱり話すること、コミュニケーションってあると思うんですけど、めちゃこまの他のスタッフとか社員とかでどんな感じの印象を持ってますか？私、唯一世間話するのが高橋さんぐらいなんですけど。なるほど。はい。いや、でも他の皆さんもお優しくて、まあ、入ったばっかの私にもよくしてくださって、でというので、ほんま嫌な人とかほんまにいないんですよね。ありがとうございます。はい、本田さんどうですかね。他の社員さんスタッフとの関係っていうか、そのまあ特徴というかですね、どんな感じでめちゃこまの他のスタッフって、イメージ持ってますか。そうですね。私もあまり雑談とかはしないので、ちょっともっと他の方といろいろと話してみたいなっていう思いがあります。逆にですね。はい。了解です。はい。高橋さんどうですかね。高橋さんが割と、逆に高橋さんの仕事的に結構他のスタッフと話して多いんじゃないかと思うんですが。そうなんですよ。私は逆にいろんな価値観を持った人と話すので、まあ、常に全員と大の仲良しっていうほど単純にはいかないんですけれども、まあ、基本的に、まあ、とても優しく接していただいてます。うまくやってます。はい。はい、ありがとうございます。
はい。じゃあ最後にですね、3人のそれぞれ、今の目標ですね。まあ、ここめちゃこまれってことでもいいし、まあ、めちゃこま以外でもいいんですけど、今の目標どんなふうに思ってるか、その目標の話聞かせてください。じゃあこれ高橋さんから聞こうか。はい。これ結構考えたんですけど、目標っていうのを、なんだろうっていうのを、一言で言うのが難しくって、っていうのは、能力を得ることは自分の先のためになるとは思うんですけれども、まあ、そこに固執すると、なんか、かつての自己否定癖が容易に活気づいてしまって、だからこう、今の自分には何もできないから能力を得なきゃ、何々さんみたいに立派にやっていかなきゃ、みたいな思いになっちゃって、まあ、それで、まあ、自分に対して毎日毎日、こう、私は本当にダメなやつだな、みたいな声をね、内心かけ続けてしまって、なんかその重荷でね、自分で勝手に潰れてしまうっていうことも起こり得るんです、結構。だから、まあ、こう、頑張るっていう方向に、むやみに突っ走ってしまうのは危なくて。だから、そうですね。まあ、あと、かつて全力を捧げて、まあ、自分のやりたいことをこれかなっていうのを決めて頑張った時期があるんですけれど、まあ、その時期も成果が実るどころか、結構いろんなものを患ってしまうだけっていうオチでして。だから、こう、今も、あの時のようにまた頑張ったらどうせうまくいかないんじゃないかっていう思いがなんかどうしてもこびりついてしまってるんですね。だから私が今大事にしたいことは今の幸福感とか充実感を損なわずに、あるいはまあ損なわないどころか増幅させながら自分のポテンシャルを発揮していけるようにっていうところを心がけていきたいと思います。はい。はい。ありがとう。素晴らしい。はい。ありがとうございます。はい。じゃあ次はですね、本間さん行きましょうか。はい。そうですね。先ほど高橋さんからもあったんですけれども、ちょっと頑張りすぎないっていうのを一つ目標として考えています。引きワークの公開直前、かなりスケジュールカツカツだったところを頑張って。あれはね。で、ちょっと、一週間前に風邪ひいちゃって、あ、これやばいと思って、すごく頑張って作って、で公開の後ちょっと燃え尽き症候群的な感じになってしまったので、ちょっともうちょっとスケジュール余裕を持ってあまり頑張りすぎないっていうのを意識したいと思います。あと、そうですね、引きこもってた時期で、もう生活リズムが完全に逆転しちゃったりとか、もう昼夜逆転して、もう夕方起きて朝寝るみたいな生活リズムだったので、それをちょっと改めて、毎朝遅くとも10時とかには起きれるように、ちょっと生活リズムを直していきたいなと思っています。はい、ありがとう。はい。特に、やっぱりその生活リズムってね、これは本当に皆さん共通だと思うんですけど、なかなかその注意で逆転とかあるとですね、昼型に戻る、朝型に戻すのって難しいですから、まあ、徐々にですね、本当にもう無理のない程度に徐々にやってもらえたらいいかなと思います、というところですかね。はい。じゃあ最後、つみやさん、お願いしましょうか。今の目標ですね。私、もともと心理学やったりとか、今の大学も福祉系で、もともとプログラミングじゃなくてメンタルの方の勉強をしてたんですけど、大学に行きながら、ここでアルバイトがうまくいきそうなので、心理系の資格取ってメンタルの方でも、こちら、ここのメンタルの方でも活躍できたらなと思っております。あ、それは素晴らしいです。メンタルのことがちゃんと分かる、プログラムできることになると相当レアな人材ですから、多分、かなりいい待遇を出せるんじゃないかなと、個人的には思います。はい。はい。というところですけれども、すみません。じゃあ、ここから先は、あれですかね、質疑応答ですかね。はい。じゃあ、ここから先は質疑応答に入りたいと思いますが、皆さんすみません。これ、3人はこのまま繋いだままですよね、基本。3人も一緒に中継は切って3人だけ3人さんの質問のままよく言えばそれでっていう形ができたらいいんですけど、じゃあちょっとお待ちいただいて、1分ほど時間ください。すいません。ですね、じゃあ会場の方で一旦これ音声ズームの共有これで完了します。オンライン参加の皆様大変ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。で、ここでオンライン参加の方は一旦終了になりますので、このままズームを退席ください。ズームのこのミーティングこれ終了しますのでよろしくお願いいたします。